女優の永野芽郁がヒロインを務める NHK 連続テレビ小説、半分、青い。毎週月から土曜8時チルダは、11日より第11週、デビューしたい、に突入する。半分、青い。第61回の場面写真第11週、デビューしたい、では、律、佐藤健から喫茶、面影に呼び出された鈴亜、永野芽郁。律は自分の留守中に鈴亜と性、古畑星夏の間にあった出来事について、話を切り出す。物心ついた時から自分を頼ってきたスズメの一言で恋人が傷ついてしまったことに、もう幼馴染のままではいられないと語る律。そしてスズメは律から別れを告げられる。スズメにとっての律の存在の大きさを知っている優子、清野奈々。と僕て、子孫順、不和失意のどん底にいるスズメの姿を見ていられない。オフィスティンカーベルでは、秋風が漫画を描くことで自分自身が救われるのだと、スズメに力説。一時は気力が薄れるものの、やがてスズメはものすごい勢いで漫画を描き始める。ところが、いくら書いてもスズメの漫画は、秋風、豊川悦司、からダメ出しを受け続け。4月2日から9月29日まで全156回を放送する同ドラマは、人気脚本家、北川恵理子氏のオリジナル作品。失敗を恐れないヒロイン、ニレの鈴亜、ニレの、スズメ、が、高度成長期の終わりから、現代までを七転び八起きで駆け抜け、やがて一大発明を成し遂げるまでを書く。CNHK 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。